はい、皆さんこんばんは。今日は手書き文字をプレミアプロに追加していくというものをやっていきます。なんと手書きの文字もですね、こちらプレミアプロに追加することができるんですね。で、必要なものをまず先に言いますと、白い紙ですね。何でもいいです。はい、今ねちょっと A4 のコピー用紙持ってきました。まあ、こういうやつでも全然 OK ですね。で、こちらをとあとはペンです。なるべく太めの方がいいですね。太めのペンを使って、文字を書いたものをスマホで撮って、それをプレミアプロに入れていく、これをやってみましょう。では、まずは文字を書いていきます。今回書く文字はですね、今画面に映っておりますプレミアプロ押し待ち動画チャレンジというものがあるので、これをちょっと手書きでやっていくという形にしていこうと思います。では書きますね。はい、今こんな感じでちょっと書いてみました。で、これをですねスマホで撮るんです。じゃあやってみましょう。はい、今ですねスマホを用意しました。で、スマホのカメラを使ってください。皆さんが普段使ってるやつで OK です。カメラを選択して、はい、こうしますか。じゃあこれで撮影します。はい、で OK です。で、編集をしてあげてください。編集でトリミングをします。今画面がですね、キーボード映ってたり机が映ってたりするので、こちらをトリミングしていきます。 iPhone の方は右下にありますこれですね、フレームの部分を押してあげて、大きさをこんな感じで、はい、これでいいと思います。もうちょっとかな、はい、これでいいと思います。で、ここで注意点があります。こちらの設定ですね、左下のなんかこういろいろメーターのマークあるんですけど、メーターを押して、ここのハイライトコントラストかな、ハイライトですね、ハイライトをマックスにしてあげます。でシャドウをマイナス100かな。でコントラストをマックスですね、100。明るさはまあどっちもいいですが、マックスですね、明るさもマックス。はい、ちょっと確認しますね。ハイライトをマックス、コントラストもマックス、明るさもマックスで、やってあげてください。シャドウはマイナス100ですね。はい、この4つでものすごくパリッとした白と黒のですねコントラストがはっきりします。はい、でこれで OK ですね。タップしてあげて、で、ここでまた使っていくのがクリエイティブクラウドのアプリです。クリエイティブクラウドアプリを開いてあげてください。で、こちらにありますまたファイルですね、下にファイルがありますのでファイルを押します。そうして、上にですね新しい順クラウドドキュメント同期済みファイルとあるので、同期済みファイル、こちらを押します。そして PR 押し待ち動画チャレンジ、サンプルがありますのでこれを押してあげてください。でフォルダーがいろいろありますね。04手書き文字、はい、こちらにありますね。こちらに僕がですねサンプルで書いた文字がすでに入っているんですが、これを1回、残しておいて大丈夫です。で皆さんが書いたやつもアップして OK です。できれば皆さん自身で書いたやつがいいですね。で右下のプラスボタンを押します。で写真をアップロード、で一番左上のやつですね、これを選択して追加を押します。そうすると、はい、今私がですね書いたものがアップロードされました。これでですねもうパソコンの方で確認しても全く同じやつが見れるので、ちょっと見てみましょう。はい、こちらですね、いつも使っているクリエイティブクラウドファイルズを開いてください。ここの手書き文字のところを見ると、新しく追加したものがあります。これは僕がサンプルで送っていたやつですが、皆さん今もし書いたとしたら追加されているのはこっちかなと思います。こちらを持っていくんですね。プレミアプロを開いてあげてください。で、このまま手書き文字をですねタイムラインに持っていきます。そして、タイムラインの長さがちょっと違うのでドラッグして短くしてあげます。で、今追加した手書き文字を選択した状態で、まずですねワークスペースがですねエフェクトになっているかチェックしてください。多分キャプションとグラフィックとか別のものになっている可能性もあるので、これをエフェクトにします。でこのスケールですね、スケールがち
ょっと大きいので、エフェクトコントロールの中のスケール、大きさですね、これを小さくしてあげてください。ドラッグして左に持っていくだけです。そうするとこんな感じで、表示されるようになりました。でここから黒文字の部分だけを切り抜きたいですね。でしかも黒文字の部分を白い文字にして、くり抜きたいというのを今回やっていきたいと思います。その時に使えるのが反転というエフェクトです。エフェクトのところで反転と検索してあげてください。するとですね、ビデオエフェクト、チャンネル、反転というのがあると思います。これをドラッグしてですね、エフェクトコントロールの中に落としてあげてください。そうするとなんと色がですね逆転しました。先ほどまで白だった部分が黒になってます。でここで不透明度、ここを見てあげてください。ここの描画モードを変えていくんですね。描画モードを通常からスクリーンにしてあげましょう。そうするとあら不思議、ちょっと背景の部分のプレミアプロ押し待ちチャレンジはいらないので消しちゃいますね。はい、デリートでしょう。こんな感じで手書きの文字がそのまま出てくるんですね。ちょっと再生してみます。はい、こんな感じで、なんと簡単に手書き文字もスマホで撮ってクリエイティブクラウドアプリを経由してデータを移してプレミアプロに持ってくることが簡単にできるということになります。で、まあ最終的にはこのスケールとかですね、使って大きさを調整してあげて、まあ、自分だけのオリジナルの文字で、作れますよということですね。はい、ということで今日は手書き文字について紹介しました。皆さんもぜひですね、自分で書いたオリジナルの文字で、動画作ってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。